6月16日、広島瀬戸内新聞ニュースでございますが、いろいろね、本日、茶番選挙、仁義なき打線校、半藤大樹先生のね、講演会、朝南区民文化センターでね、この後13時から、行われます。ぜひね、お待ちしております。本当にこれでいいのか、広島の政治。ね、報道されない広島の選挙と、いうことでね。本当にこれでいいんですかね、広島の政治。ね、もちろんね、岸田総理、先頭に、中央の自民党政権、腐り切ってます。もうな、東京都の小池知事ね、彼らが起こすね、いけませんね。何一つね、公約をね、達成できてないという状況ね。まあ、ね、そういう、ね、自民党いけませんけれどもね。一方で、じゃあ対抗する野党勢力、どうなのか。まだまだ改善すべき点が多くあるんじゃないのか。まあ、そもそもね、日本のね、政治というのは、ね、だから選挙、国政選挙のあり方。結局、裏でこそこそね、候補者を決める。それがやっぱり過去を残す。そしてね、人を大事にしない。ね、こういう問題があると。ね、こういう古いね、政治文化。あるいは人を大事にしない政治文化。こういったものをやっぱり、ね、改めていかんといけんのんじゃないか。立憲民主党さんもね、今、衆議院選挙があれば政権獲得確実とも言われています。だからこそね、人を大事にする。一人一人を大事にする。そしてね、オープンな、そういうね、政治、これやっていただきたいな、というふうに思うんです。まあ、近々腐敗の自民党からね、じゃあね、権威主義の立憲民主党へ変わった、言うんじゃね、これはね、一番変われないのはね、一人一人の主権者ですよ、しっかりね、やっぱり、改めていくと、ね、自民党を利するとかね、いうふうな声もね、ありますけれどもね、このね、本について。しかし私は違うと思う。ね、日本をね、本当のデモクラシー国家に、ね、進化させていくという意味で、ね、非常に大事。そして私たちと手に、ね、取り戻していく、政治を取り戻していくという意味でね、大事な一冊でございます。それではね、皆さん最後までご清聴誠にありがとうございました。13時、朝南区民文化センターで、お待ちしております。それでは、ごきげんよう。本日もね、暑いんですね。お気をつけてお過ごしください。